はい。思っていた通り以上にいいシーンがいっぱい撮れたんで、あのホカホカしてます今。実は元 FBI なの。津上さんに部屋を紹介していただいたものでして。誰？エマちゃん。なんだろう、あと一歩って感じなのに。何か隠してる。この商店街何かを隠してる。まあ、どこか欠けてるのも味があるってもんよね。私は壊れたままでもいいよ。ただ直すんじゃなくて傷を新しい景色に変えていくんだ。壊れてしまったものは元通りになることはないけれど、それはまた新しい景色になっていく。